5月16日と5月23日の2週にわたって歌舞伎役者の坂東彌十郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。坂東さんにはいろいろね、歌舞伎の僕ら初心者なんで、はい、ちょっと秘密教えていただいて秘密ってことではないんですけど、はい、でもなんかね歌舞伎ってねちょっと敷居が高い気もしてね、いやそんなことがないっていうのを皆さんに分かっていただきたいと思うのでいっぱい喋らせてもらってぜひぜひよろしくお願いします。ちょっとじゃあね猿でも分かる歌舞伎教えていただこうかと思うんでぜひよろしくお願いします。